はい、新しい、レッスンシリーズです。正弦波の指数関数応答系による応答というちょっとややこしい問題をもう一回復習したいと思います。入力波形とインパルス応答が次のような形の応答波形を求めよう。RL 直列回路の正弦波電圧応答を求めようと同じ問題ですよ。ということで、ET が E のマイナス T 乗という指数関数減衰形と。伝達関数は正弦波 S 乗プラス1分の1ということであります。と、まあ、これを電気回路で置き換えると、すると、1オームと1ヘンリーなので、R は1、L は1になります。それから、この E が、正弦波の実光値か波光値かっていうところがややこしいですが、とりあえず最大値1割る、ルート2として、あくまでも実行値としてみたいと思います。それから、オメガはここに見えないので1ということです。タウは R 分の L です。この状態で、あくまでも波高値が1の、実光値がルート2分の1ある正弦波電圧波形を、1オーム1ヘンリーの形に入力したときの電流応答を求めてみるという問題します。そうすると、インピーダンスは R プラス J オメガで、まあ、オメガが1なので、1対1対ルート2。インピーダンスの角度は4分のパイラジアン。ということで、電流の実光値は電圧の実光値を割ることのインピーダンスの大きさと角度なので、今計算すると、2プラス 2i 分のルート2といった大きさと言いそうになります。で、電流の大きさはというと、2分の1アンペアです。これちょっとわかんないけど、説明すると、実光値がルート2分の1ボルトの電圧に、ルート2オームのインピーダンスで割ったんで、2分の1アンペアという実光値になると。で、電流の角度は、インピーダンスの角度にマイナスってやつところであります。で、これを実光値とするので、最大値はそのルート2倍で、正弦波でインピーダンスの角度だけ折れていてと。で、I の0、なんとかというのが定義されたと。すると、答えは、定常解。この赤いやつです。それから、加渡解。まあ、t イコール0で、この電流が0になるように、この赤の振幅と逆振幅で指数関数減衰する加渡解と。で、タウはこれと。で、緑と赤を足した、いや、青と赤を足した、この緑の太いのが、交流加渡現象を表していて、これが、まあ、指数関数電圧を伝達関数が正弦波であるところに入力したときの応答波形であり、正弦波電圧を RL 直列回路に入力したときの電流応答波形であると。
ということになります。で、今の問題を例によってラプラス変換したやつで掛け算で求めると、一発で求まっております。この時に大きさがちょっと大切なので見てみたいと思います。大きさの差で言ったら 0.75 ぐらいと。0.75 ぐらい。まあいいですね。はい、OK です。それで、この出力波形を数式にするとこれになります。2分の e のマイナス t が可動現象の減数移項で、2分の 3t とマイナス2分の 3t の出したやつになってます。2分の sin t とマイナス2分の sin t はこういうフェーザーですので、足してやるとルート2倍の2分の1だからルート2分の1の正弦波位相で考えれば45度遅れていてオメガが1なのでこれが IT の式となります。で、可動現象の時の答え一発と、それの分解した成分はそれぞれ、さっきと同じであると。で、例によって、伝達関数と入力を逆にしてやっても、同じ答えになるので、同じ出力電圧波形、電流波形になると。これを、X と H の畳み込み積分の積分で求めてみると、XT が E のマイナス T で HT が Sin T で、先ほど前と全く一緒になってますが、HT がこれはまあ電圧で Sin T で振幅解消の時と。で、Y1T はこれです。さっきの 0.5 から始まったような可動現象ではなしに、あくまでもこれは指数関数入力の指数関数と。伝達関数が制限波と。そうした時の畳み込み積分の結果はこれになって、まあ、交流、RL 直列からの交流可動等と同じ答えですよということをさっきから言っております。グラフをかけたので、応答の最大値とその時間というのを求めています。これどうやって求めるかというと、マスカラになるまでは意外と難しいので、ちょっとここにでっかく説明してあります。最大値、最小値とか言って、マスカラのヘルプをしてみると、まず、ルートという、ゼロ。XT と交わるところを求めようというパターンが一番よく使うやつです。根を求めると。で、ここで範囲を指定してやると、ここの根とか、ここの根とか、まあ、こことか、ここが求まってきます。それに対して最大値と最小値は、関数のマキシマイズとミニマイズという、これ、太い字になっているので、ここをクリックして、数式タブのキーワードをクリックすると、キーワードということで、マスカットが関数ではなしに、まあ、キーワードとして認識しているというので、ちょっと独特の太い字で、出てきます。で、その結果、のなんかベクトルというのに入ってきて、このベクトルの付け方がちょっとなかなか慣れないと難しいです。これです。まあ、ベクトルっていうのはちょっと必要に応じて参照してください。そうすると、最大値が入ったやつと最小値が入ったやつが、ここの中に入ってきますので、これがその値になります。まあ感覚を、さっきのような感覚を適当に組み取るので、この辺でやると、この、やつが最大値の時間になると。で、この辺でやると、0.75。
マイナスな 0.7 というところで、これは F の値ですね。だから大きさのここの値と。それから X がその最大値か最小値を通る時間で 2.28 だから2.2、ここですね。で、その次が 8.1 だからここと。いうふうに、この X の J の方が最大値を取る時間を順番に求めておるとなります。同じようにして多分 J の方で今度最小値の方とかも求めていっておくと思います。んで、こうやって、最大値最小値を求めるという求めないが書いてあるので、まあ、その関数とかを、このチュートリアルとかヘルプを見ながら、真似して解いてみておくことになります。で、ここがまとまったと。実は、コードの求め方は、こっちのようなことはあまりやってないと。どういうことかというと、y の1というのは、この黒いのですが、y の2はこの黄色いのですが、このプロットの点を書くと、こういうところでそれぞれ計算すると。ということになるんで、その一個一個のやつを、X が順番に変化するとして、全部配列の中に入れとるということです。そんなようなことをすると、この配列をいろいろ書いたときに最大値とかが求まる。そういう方法もあります。これはまあ、一個目のところが、ここになるっていうので、この1個しか入れとらんわけですけども、その方法はまた後で出てくると思いますので、まあ、最大値最小値はいろいろ求め方があるよと、ちょっと覚えておってください。RL 直列回路の制限方法等の問題なので、というふうに、さっきの話で解くと、一緒と。いうんで、伝達関数と入力の S 領域の話からこうなるので、これをどう変化させるかで決まってくると。これだと電圧波形が制限波で、回路が R と L の直列回路という形になっていると。いうんで、さっきの電流応答が答えると。で、この H の S というのは S 乗プラス1分の1だったんで、これをまた分解してやると、S 分の1の S プラス S 分の1ということは、入力がステップ電圧1ボルトで、1ヘンリーと1ファラドのコンデンサー、LC 直列回路の直流加藤応答がこいつであるということも言えるということになります。で、これが本当に、サイン T になるのかなという。ことでやってみたいと思います。LDT 次乗 D の次乗9プラス C 分の19が1と。この式の微分方程式がこれで、T イコール0で電荷量、電流が0つって、C と L は1なんで、OD 相分で微分方程式解いてやると、I の LC 直列回路の T と、まあ、ここでは電荷量が求まっているので、それを微分して電流値と電荷量の時間的変化が求めてあると。で、それを書いてみると、バッチリと確かに制限波になっております。それで最初の問題の制限波電圧と RL 直列回路の答え。それからこれを展開してやると、こうなるので、一個一個をギャプラブラ線換すると、最初から言ってるこの答えと、となって、
どうやって求めてきてもこのお答えが出てきます。まあ学生には2つの正弦波と余弦波の成分に分解されたやつを1つの正弦波もしくは1つの余弦波にする方法をマスターしておこうということで、一番最初のフェーザーの合成と分解というのを復習させております。これとこれ一緒ですよということを示すために、両方書いて一緒になっていると。でちなみにいろんなパターンのやつをちょっと書いてみて、どんな形がよく出てくるかなというのを紹介しています。で例によってアナログ系分かったのでデジタル系ということで、制限波を1ミリセカンドでサンプリングして、伝達関数も1ミリセカンドでサンプリングして、循環畳み込み積分の演算子の2つあるコンボリューションのうちの丸のついたコンボリューションをやってやるとどうなるかというと、答えは Y なんで、 Y は赤なんで、さっきの交流の定常解がいきなり得られます。これとこれという同じのを使っとるんだけども、丸を使った循環コンボリューションだと定常解の方が得られると。で定常解の最大値がまあ合っとるよと、このところになっとるという感じであります。さてここで I とがついてないということで分かるように、これデジタル系にしてあるので、データが1ミリセカンド刻みでどん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 全部で12,566個あります。12,566個あって、そのデータの中で最大値を見つけたかったら MAX とやるだけで最大値が一発で求まります。でマックスになるときがこの2356かどうかということは、ここでは求めてないので、このやつをスライダーでドドドッと動かしていって、あらクエスチョンになってしまってるか、2356になるところを要するにX 座標の位置を探してやる必要があります。がしかしこれは定常解なんで、この質問分かっているので、45度と90度を足したところに決まっていると。ということで、X の座標は、この場合は簡単に計算できると。これは角項になっているときだと、ここに変化があるので、ちょっと難しいと。ということで、さっきと全く同じで、ここが普通のコンボリューションになってます。これです。そうすると、まあ、ここでエラーが起こったときには、リアルパートだけを取り出してやるとうまくいきます。リアルパートを取り出すというやつをやらなくても、うまくいくときもあります。例えば、これだとうまくいってます。これも調子に乗ってリアルパーツ取り出さないとエラーが起きるときがあります。エラーが起きるときはグラフを書こうとしたのに複素数になっているというときであります。素数になっているとグラフに書けないということで、リアルパートを取り出してやるとリアルパートだとグラフに書けると。で、さっきの最大値が 0.7075 に対して、
こっちの最大値は7566と、やっぱりこの部分の過度減少の項が高いとるので、大きくなって、さっきは理論的に2356番だったけども、2284番あたりが最大値になっておると、いうことがわかります。だからマックスで最大値の値はわかるけども、そのマックスになる、時間はというと、僕のイメージではこれを一生懸命こうやってずらしていって、7566と2300ぐらいか。いや、厳しいな。過ぎた。あ、これですね。2384と。読んで、めちゃめちゃ敏感なのであれですけども、パティ、頑張って2284になるところを探せば、それが最大値かどうかがわかる。言ったってこれみんな3桁で、ここら辺にどこに最大値があるかわからへんというふうに思ったときは、もちろん、この式を選んどいて、数値の初始設定で、桁数を増やしてやると。そうすると、どこで最大値になるかがわかると。2284。頑張ってそれが見えるようにしてみましょうか。2300なんで、めちゃめちゃ敏感です。細かく動かすことあるのかな。マウスの動かしとってはやっとるんですね。まあこうやってやっていって飛んでしまうので、こういったら矢印でいくとどうかな。やっぱり飛んでしまうな。ということで2284が本当に最大値かというのは意外と頑張らんと求まらんということが分かりました。まあそういう時には これの2284があって2285を書いて2283を書いてとか言って人間技で順番に刻んでいくと分かるかと思います。でここは多分間隔をちょっと荒くしとるので、点点点点点点と、などが赤い点が見えて、あ、この最大値っぽいところが、2200よりちょっと後ろにあるぞというのが分かると。それから IL というのは、微分方程式を解いとるので、微分と方程式を解いた答えと、この畳み込み積分でやった答えが一致しとることも、わかるよということであります。あと、10ミリスカンドごとに刻み幅をちょっと減らした。そうすると微妙にこの辺の数値がずれてくる。それから因果電圧が余弦波だったらどうなるかなというの問題も、問題としてやれると。それから、0.1 秒ごとに刻んだらどうなるかなというふうにして、このデジタルのバージョンをどんどん荒くしてやると、だんだんずれてくるので、この最大値になる時間と最大値が、どん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 ずれてきます。もう1秒刻みだとこんなもんなんで、全然違ったような値になると。
そこでここがちょっと面白いところだと思います。RTL の直列回路にスイッチオンにすると、こういう可動現象が起こると。こういう可動現象が起こる、スイッチオンにする時間をいろいろ変えてやると、これは0.2秒でスイッチオンにしたという時の RL 直列回路の直列可動音と。その直列可動音をさっきの正弦波であったら、正弦波の一個一個のパルスに対して求めてやって、すべての時間までをタイムゴミ積分してやると。そうするとどうなるかというと、こうやって一個一個作ってやるって関数を。それぞれの可動音をこうやってそれぞれ全部計算してやって、全部計算してやった可動音を全部足し合わせていくと、この緑の波形になると。これが1秒サンプリングの時の RL 回路の、交流電圧をサンプリングした直流値による可動音という感じになります。まあさっきのこの赤の波形とちょっとずれとるねというか、かなりずれとるというのが分かると。それで、サンプリング間隔をこの逆に細かくしていって、0.1秒刻み、1秒間に10回、サンプリングして、そのサンプリング値に対しての直流可動音をそれぞれの時間で全部足し合わせてやると。そうすると、アナログで求めた YT と、もうほぼ近い回があって、ちょっとだけずれとるのは、まさに、この間隔の分ぐらいがずれとると。なんで、1ミリセカンドごとにさらに細かくしてやると、もはや区別はつかなくて、アナログと、RL 回路の直流可動音で求めた RL 回路の交流可動音はほとんど一緒になると。で、どんどんその間隔が変わって、細かくなると。いうことで、交流応答から直流応答がわかるし、直流応答から交流応答もわかると。まあ、両方から両方の、フーリエ級数展開したのを使うか、こういうふうに、単位階段関数の重ね合わせを使うことによって、どっちでもできるというかな。わかった。本質的には、交流可動音も直流可動音も指数可動音も、みんな同じということがこれでわかってきたと。で、最後は1ミリセカンドごとにめちゃめちゃ足して、1万回も足してやると、もうほぼアナログな答えと全く一緒になるということがわかります。はい、以上です。